省日本プロジェクト in 福島。福島県の海の魅力、私たちにとって大切な海に関する取り組みなどを紹介します。ラトブの飲食ショップといわき海星高校の生徒がコラボして、いわきの魚を使ったメニューを開発、それぞれのお店で期間限定で販売するグルメ企画です。そしていよいよ今日9月5日からそのメニューの販売が始まります。私も行ってみます。高校生らしい斬新なアイディアと料理人の経験をぶつけ合ったメニューの開発会議。高校生も調理に参加して試作、6つのメニューが出揃い、試食を経て販売するメニューが決定。販売初日を迎えました。その海星高の女性の生徒がいわきの自然と魅力っていうものをこの料理で表現したいっていう話だったのね。じゃあいわきの素材を使ってやりましょうねっていうことで、 99% もういわきの素材です。インゲンも日本で有数の生産量があるので、ね、いわきの串はね、かまぼこの原材料、取り扱い量日本でもね有数なもんですから、いわきはそれで一番下に、練り物製品をソテーして、あとはいわきで取れた金菓子だっていう白身魚のお魚、淡白でね非常にその美味しいっていう、高級魚ですね。日照時間も長いでしょ。だからいわきのやっぱこう太陽っていうのと海という、もう一つ付け加えると、温泉もありかなと思うんで、そういったものをブレンドしてね、一つの料理をみんなで完成させたっていう。白く卵がトロなので美味しかったです。卵大好きだもんね。卵が大好きな生徒からの声で生まれたメニューも販売されていました。卵が大好きな一緒に開発した学生に向けて一言お願いします。頑張って美味しく提供するので、ぜひ食べに来てください。いわきの魚を使ったラトブといわき海星高校の皆さんのコラボメニューは9月いっぱい販売されます。ぜひ皆さん食べてみてください。そしていわきの海の幸で福島県を盛り上げましょう。